今回ウクライナの戦争ですごく浮き彫りになったのが、はい、そのスペース X がやってるスターリンクっていう、はい、あの衛星インターネット網が、うん、あの実際に使えることが分かったわけで、うん、もう多分ウクライナ国内だけで10万人以上が、うん、10万契約以上取ったらしくて、はい、であれは各国で電波の免許取らなきゃいけないんですよ、うん、要は宇宙はいいんだけど地上からアクセス、地上との総合アクセスで、うん、じゃあウクライナの電波免許、うん、帯域の免許取らなきゃいけないんですよ、うん、だから全世界で取らなきゃいけなくて、うん、であれがめちゃくちゃいい宣伝になって、うん、最初トンガの火山の時だったんだけど、はい、トンガやっぱそんなに話題にならなくて、はい、でもウクライナでめちゃくちゃ話題になって、うん、しかも使えるっていうことが分かって、うん、ロシア軍へのドローン攻撃とか、うん、あれスターリンクとかを使ってやったりとかしてるらしいんですけど、それでいろんな国が俺もってのは何十カ国も引き合いが来ていて、うんはいはい、で使えるっていうことが実証されて、であれをまず何に使うかっていうと、実は KDDI とスターリンクは契約をしていて、うん、携帯の基地局にまず使っていくんですよ、うん、計画では、うん、つまり山奥とかのカバーできない光ファイバー引くのが採算に合わないエリアってあって、そこにスターリンクのアンテナさえ置いとけば、うん、バックボーンになるじゃないですか、はい、でどうせ通信容量大したことないんで、うん、山奥なんて、うん、でもカバーエリアはちゃんと増えると、でもこれは今まで既存のネットワーク網を、まあ、持ってるキャリアでの話であって、うん、これ持たないキャリアでもできるわけですよね、うんうん、だからこのスターリンクのアンテナさえ、うん、設置すればインターネットつながんじゃんみたいな話になってくると、またちょっとゲームチェンジがあるのかなっていう。で僕はスターリンクは実は衛星インターネット 1.0 だと思っていて、 2.0、 僕がやってる会社とかは 2.0 のことを視野に置いて考えていて、地上じゃなくてその宇宙に超巨大なアンテナを展開すると、地上のアンテナがちっちゃくても宇宙とブロードバンド通信ができるってなると、またさらにゲームチェンジが起こる、うん、これは10年以内に起こると思っていて、だから楽天モバイルが収益化するぐらいの頃に、その次の宇宙衛星インターネット革命が起きてゲームチェンジが起こったらどうするんだろうなとかって思ってたりとかするっていうことで、その虎の子のそれがそのね、あのイノベーションのジレンマで消えてなくなるみたいなことになる懸念もちょっとはあるかな、うんね、だからこれ完全にもう三木谷さんは全張りをしたわけじゃないですか、うんうんうん、楽天モバイル全張りですよね、うん、そうですね、うん、これ結構危険な賭けだと思いますよ、ね、まあ